今回のマッチアップはエイトロックス VS グレイブス。体格は互角といったところか、強烈な一撃を叩き込むエイトロックスと意外にも軽い身のこなしのグレイブスだが、果たして。はい、こんにちは、初心者同士でカウンターマッチアップとをやるとちゃんと勝てるのか、検証を行っていきます。今回はグレイブス対エイトロックス、メインはトップです。 OPGG のデータでは、エイトロックスの勝率が 52.28 で、勝利レーンのレーンキルレートが 65.28、 めっちゃ高い、起こせそうなレートですね。このカウンターである理由は、さすがにこれはグレイブスのレンジと多分エイトロックスのレンジがぴったり感、ぴったんこ感感でどうにもなんないんだと思います。でルーンはグレイブスはフリードフットワーク、エイトロックスはセーフショですね。で勝敗は、CS 差が30つくか2キル差つくかにします。11レベルまで何事もなければ引き分けにします。遊んでる場合じゃなかったんで。いけいけいけ、あ、マジ今のシェース取れないか。エイトルは序盤強いチャンプ、いやってわけでもないよな。序盤はね、レベル1だけ強いな。キューガさんが出てるからそんな強いかな、言うてそこまで強くないと思ってるけどね、レベル1。まあ3つスキル使えるのと同じだからな、打たせてくんないけど。あ、やば、グレイブスはこれがな、チェストの難しいんだよな、このチャンピオン。相手の Q がないときにハラスをしようと思ったら自分の E もないことを忘れてたっていうやつですね、今。もうこの時点で CS 差が。これ俺がグレイブス下手なだけだな。上げていって、ちょっとスキル使いすぎたんで、けどあの CS は欲しい。ブレードしていきましょう。リート貯めて、ハラス。でフリートの加速使って逃げると、なんていい戦作戦なんだ。あ、いった、当たるんだ今の。あ、ミスった。フリート貯めて、あれ俺カウンターなんじゃないの君。むやみやたらにダメージは受けたくないだろうって。カウンターなんじゃないの。はい、あば、いらんかったの今のは。何した、え、当たんなかったんだけど、ミニオンで。グレイブス、これが怖いよね。回復してんじゃねえぞ、お前。さすがのサステイ。回復してんじゃねえぞ、マジで。
あ、落とした。よいしょ、間に合ったリロード。あ、リロードどころじゃない。クソったれか。マジか、当たった。ポン。フリート貯めて、歩き回って、フリート貯めて、止まったらぶん殴る。あれを簡単に避けれるのがいいね。うん。あ、マジ？移動スキルがあるんだ。勝っちゃダメですね、だから。あ、あ、へえ、CS 取れないな今ので。勝てねえけどな、勝てねえけど別に普通にファームさせてくれるな。しかもし、マナ使いすぎたか。おい、これ引き分けのままレベル10になっちゃうよ、エイトロックスさん。そうだね。あ、特に動きがないままですが。特に動きはないですね。あれ？勝率 65% じゃない、ないんすか先生。倒しきれんだよな、やっぱり。レイブスのあれは視界が消えるのか。あ、そうそうそう。あ、ウルト外したんだわ。やっべ、勝ってたよ今。あららら。前ブリンクすんのはやめましょうってことだね。普通に分死ぬ。行って、あるな。一瞬言いかけたよね、そこへトロールごと。やべ、ブリンク潰された。これは死ぬ。あー、ブリンク潰されたのは痛い。そうね。あ、ブリンクをうまいこと潰せれればワンチャンありそうやな、こりゃ。ブリンクどっちかだね。あの、うん、当たる前にさっさと切るか、当たってから切るか。そうやな。 あれやらかすと死ぬんだ。それは死ぬよな。うん、ブリンクが潰されたらもう逃げれんもん。今の死にウルト残ってたかな。ウルトで自分自身のノックバックがあるから逃げれるんだけど。なるほど、うん、普段使わないからね、わかんない。ああ。ああ。うん。自分から向かってたら死ぬな、さすがに。うん。この距離をいい感じに。いい感じに。あららら。維持して。レース取りながらのんびり暮らせばなんとかなりそうだけど。おらおらおら、え、間違えたんだけど、スキルまたブリンク潰された。いてえ。グレイブスのこの Q は戻りが強いから戻りに当たっちゃダメ。2段目は避けるんだよ。うえー、怖えー、怖えーぜ。
うん、やると思った。スキル使わせて。うっ。お、当たってしまった。わあ、これはいけるん。あ、CD 結構あれだね。短くなるんだね、ここまで来ると。ああ、そうだね。レベル5になったら CD5 秒になる。半分だね、レベル1。思ったより早いな。結構そうね、乱発できるレベルになる。やつ、ウルトあるんだよな。もう、あ、外した。でしょ、11レベル出して記念ウルトと思ったら。あら。さあ、どっこいどっこいですな。決着がつきませんでしたね。これは決着、つかないよな。ブレイブスはとりあえず E だけ残しておいて後ろに E さえすれば大丈夫そうだし、フリートフットワーク持ってこればサステインで意外となんとかなりそうだし、あ、やべ、死んだこれ、あぶねー、うん、そう、いや、どっこいどっこいですな。うん、そうね、倒しきれないね、これは。65% は嘘ですな、さすがに。いや、わからんよ、もっとうまいやりようがあるのかもしれんが。なんかあんのかね。あるんじゃないのかね。やってみた感じでは特に感じだけど。うん。まあでも、グレイブスがビビり散らかしてるもんで、基本的にはこっちがガンプッシュしてるから。まあ確かに。あ、死んだ、うん。そういう意味では。そう。ほら、マナがなくなった。マナがなくなったぜ、おい。帰るしかないもんな、こうなっちゃったらもう。俺がマナ使いすぎなんだよ。Q 使うとマナなくなっちゃう、こいつ。うん。グレイブスもちゃんとやれば CS これをそんな落とさないだろうし。うん。Q 使わなくても。ゾーニングできないからな、多分これ。一方的に、エイトロも。まあ、どっこいどっこいでしたってことだね、これは。さすがに。うん、殺すことはできなさそうだな、グレイブスでエイトロックスを。それはそうかもしれん。では。あー、なんかひどいの来たー。ではって言った瞬間にフラッシュインしてきた。もう画面見てなかったよ。あ、来た時には終わっていた。はい、GG。今回は引き分けでした、これからもマッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてみてください。ではでは。